アン、罪を告白する。待ちに待ったピクニックの週の月曜日の夕方、マリラが実質から困った顔で降りてきた。あん、台所にいる小柄な人物に声をかけた。ただいま、エンドウ豆の皮むきの真っ最中のその人は、染みとつないテーブルのそばで、はしばみだにのネリーを元気に歌っていた。歌の出来は、 ダイアナの教え方が良かったためなかなかのものだった。私の紫水晶のブローチをどこかで見かけなかったかい昨日の夕方に教会から帰って針刺しに刺したと思ってたんだけどどこにも見当たらないんだよ。あの私見たわ。夕方マリラが教会援助会に出かけている時とアンちょっと言いにくそうである。マリラの部屋の前を通りかかったら 針刺しの上に置いてあるのが見えたの。それでよく見てみようと思って中に入ったの。あんた、触ったのかいマリラが厳しく言った。え、うん。アンは白状した。そこから外して胸に留めてみたのよ。どんな風に見えるかなと思って。そんなことする筋合いじゃないだろう女の子は人のものをいじったりするもんじゃないよ。 だいたい私の部屋に黙って入っちゃダメだし、それからあんたのものじゃないんだからブローチを触ったりしちゃダメだよ。どこに置いたんだいどこってタンスの上に戻したわよ。ちょっとしか胸につけなかったし、本当よ。いじるつもりじゃなかったの、マリラ。部屋に入ってあのブローチをつけるのがいけないことだとは思わなかったのよ。でもいけないってこと、今わかったからもうしない。 これが私の長所ね。同じいたずらは二度はしないのよ。あんたは元に戻してないよ。マリラが言った。あのブローチはタンスの上のどこにもないよ。外に持ち出すか何かしたんだろ、う、アン。確かに戻したわ。アンがせっかちに言った。生意気に言い応えした。マリラにはそう思えた。 針刺しに刺したか、瀬戸物の整理皿の上に置いたかは覚えてない。でもきっちり元に戻したのは確かよ。もう一回見てくるよ、とマリラ。なんとか公平であろうと努めている。もしあのブローチを戻したって言うなら、まだそこにあるはずだからね。もしなかったら戻さなかったっていうことだよ。わかってるね。マリラは自室に戻って、もう一度徹底的に探し始めた。 タンスの上だけでなく、他にもブローチがありそうな場所はすべて探した。やはり何も見つからず、マリラは台所へ戻った。あん、ブローチは見つからなかったよ。あんたも認めたように、最後にあれを触ったのはあんたなんだよ。さあ、ブローチをどうしたんだいすぐ本当のことを言いなさい。外に持って行ってなくしたの違うわ。私、持って行ってない。 と、アンは落ち着いていった。怒ったマリラの目を真っ向から見据えている。絶対ブローチを部屋から持ち出したりしてない。間違いないわ。たとえそのせいで代儀に引き立てられるとしてもね。代儀って何のことだかよくわかんないけど、とにかくそういうことよ、マリラ。アンのそういうことは、単に自分の言葉を強調する意味しかなかったが、マリラは対決の姿勢と受け取った。 あんたが嘘をついてるとしか思えないね、アン。マリラはとげとげしく言った。嘘をついてるのは分かってるんだよ。もういいよ。本当のことを話すつもりになるまで、これ以上何も言うんじゃないよ。部屋に行って、白状するまで出るんじゃないよ。えんどう豆も持っていくのアンがおとなしく言った。いや、皮むきはあたしがするわ。言われた通りに行きなさい。 アンが行ってしまうとマリラは夕方の支度に取り掛かったが頭の中はそれどころではなかった自分の大事なブローチが気がかりでしょうがなかったもしアンがなくしていたらそれになんてあの子は悪い子なんだろう自分は持って行ってないだって誰が見てもあの子が取ったのはわかりきってるじゃないかしらしらしい顔をしてどうしたらいいんだろう 嫌なこことが起こったもんだ。イライラと豆をむきながらマリラは考えていた「そりゃああの子が初めから盗むつもりだったなんて思ってはいないよ」「遊びに使うので持ち出したかあの子のいつもの想像に役立てようとしたんだろ」「う。あの子が取ったに違いないそれははっきりしてるよ」「あの子が自分で言ったことからするとあの部屋に入ったのはアンが最後で」 今夜私が部屋に上がるまで誰も入ってないんだから。あのブローチはなくなってるんだし、これ以上確かなことはないからね。多分なくしてしまって罰を受けるのが怖いんだ。全く恐ろしいことだね。あの子が嘘をつくなんて。あの子の感触よりずっとひどいことだよ。信用できない子を自分の家に置かなきゃいけないなんて、とんでもない責任じゃないか。ずるくて嘘つき。 これがあの子の子性格だだったんだブローチのことよりこの性格の方がずっと問題だよ。本当のことを話していたらこんな気にならなかったんだろうけど。マリラは何度か自室に足を運びその晩ブローチを探し続けたが結局見つからなかった。寝る前に東の霧妻を訪れたが何の成果も得られなかった。 アンはブローチのことは何も知らないと否定し続けたが、マリラはアンが取ったと確信を深めるばかりだった。翌朝になって、マリラはマシューに事の次第を話した。マシューは困ってしまい、悩みを抱えることとなった。マシューはアンに対する信頼をそう簡単に失わなかったが、それでも現在の状況がアンにとって不利なことは認めざるを得なかった。 タンスの後ろに落ちてないか確かめたかいマシューにはこう提案するのが精一杯だった。タンスも動かしたし、引き出しも全部出してみたし、全部くまなく探したわよ。マリラからは確信を持った答えが返された。あのブローチは見つからなかったわ。あの子が取ったのに嘘をついてるのよ。これがごまかしのない醜い事実なの、マシューカスバーと。 私たちはこの現実を直視しなくてはね。うーん、そうだな。お前はどうするつもりだね救いを得られなかったマシューが聞いた。自分ではなくマリラがこの状況に立ち向かうことをひそかに喜んでいた。今回は口出しするつもりは全くなかった。白状する気になるまで部屋に閉じ込めておくわ。そう厳しく言った。 マリラは前回の件はこの方法で常守備だったことを思い出していたそうしたら何かわかるでしょうよもしあの子がどこに持っていったか話さえすれば多分ブローチは見つかるでしょうけどいずれにしてもあの子は厳しく罰しないといけないわマシュうんそうだなお前はあの子を罰しないといかんなマシュが帽子を手に取りながら言ったわしは関わらんからな 覚えてるだろうお前は口出しするなと自分で言ったんだからな。マリラはみんなに見捨てられたように感じた。リンド夫人に相談にも行けなかった。東の霧妻に非常に深刻な顔で上がっては、さらに深刻な顔で部屋を後にするのだった。アンは断固として白状することを拒んでいた。あのブローチを取っていないと繰り返し主張していた。 この子はずっと泣いていた様子が明らかで、マリラは同情を禁じ得なかったが、心を鬼にしてこらえるのだった。夜になるまでに、マリラの言うところのヘトヘトになっていた。あんたが白状するまで、この部屋を出さないからね、アン。もう観念して諦めるんだね。不動の決意で言った。でも、ピクニックは明日なのよ、マリラ。アンが泣き声を上げた。 ピククニックに行かせないなないいんて言わないわよね。午後だけでいいから外に出してくれるんでしょそしたらマリラの好きなだけここにいるからピクニックの後ならいくらでも元気でいるからでも今回のピクニックにはどうしても行かなくちゃ白状するまではピクニックだろうがどこだろうが行かせないからねアンそんなマリラアンの息が止まった。 それにかまわずマリラはドアを閉めて出て行った水曜日の朝はピクニックのためにあつらえたような快晴だった小鳥たちがグリーン・ゲイブルズの周りでさえずっていた庭のマドンナ・リリーの香りが見えざる風に乗ってあらゆる外窓を抜けて入り込み玄関ホールもどの部屋もそぞろ歩く祝福の精霊のように広がっていった。 くぼ地のカバの木が楽しげに枝を揺らしいつものようにアンが東の霧妻から朝の挨拶をするのを待ち受けているかのようだったしかしアンはまとめに顔を見せなかったマリラが朝食を持って上がってみるとその子は自分のベッドに几帳面に座っていた青白い顔でそれでもしっかりとした心持ちで 唇はしっかり結ばれ僧帽がキラキラと光を放っていた「マリラ私ようやく告白する覚悟を決めました」「ああようやく」「マリラはお盆を置いたまたしてもマリラのやり方はうまくいっただがしかしその成功の味はマリラにとってとても苦いものだった」「聞かせてもらおうかねあんたは何を言うつもりだいアン」 私が紫水晶のブローチを取りました。アンが言った。覚えたことをただ繰り返しているみたいだった。マリラが言った通り、私が持ち出しました。部屋に入った時は持ち出すつもりはなかったんです。でも、すごく美しかったの、マリラ。自分の胸につけてみたら、どうしようもない誘惑に駆られたんです。空の荒れ野に持って行って、 レディー・コーデリア・フィッツジェラルドになって遊べたら、きっと続々の極みなんだろう。そう想像しました。もし本当の紫水晶をつけてれば、レディー・コーデリアだって想像するのはずっと簡単だろうなって。ダイアナと二人で野ラの実のネックレスを作ったんだけど、野ラの実じゃ紫水晶と比べ物にならないでしょそれでブローチを持ち出しました。 マリラが戻戻るる前にししておけるだろうと考えました。ブローチをつけてる時間が少しでも長くなるようにあちこち寄り道しました輝く水面の湖の橋を渡る時もう一度よく見ようとしてブローチを外したんですああ火の光の中でブローチはまぶしく輝いていたわそうして橋に寄りかかった時ブローチは手からこぼれそう下へ落ちて落ちて。 落ちて、「ずっと紫にきらめきながら沈んでいったんです」「永遠に輝く水面の湖の水底へとこれが私にできる精一杯の告白ですマリラ」「マリラは目もくらむような怒りがまたこみ上げるのを感じたこの子は私が大事にしてきた紫水晶を持ち出してなくしたあげく涼しい顔でここに座ったまま」 美に入り、サイに入り、顛末を浪晶して見せた上に、微塵も後悔した顔も、悔い改めた振りも見せないなんて。アン、こんなのひどすぎるよ。落ち着いて話そうと努めながら言った。あんたは今まで私が聞いた中で一番悪い子だよ。そうね、そうだと思う。アンは平然と同意した。それに、罰を受けなきゃならないのもわかってる。 私を罰する義務があるわ、マリラ。だからお願い。さっさと終わらせてくれないだって、ピクニックには何の心残りもなく行きたいんだもの。ピクニックだってとんでもない。今日はピクニックになんか行かせないよ、アンシャーリー。それがあんたの受ける罰さ。それだってあんたのしたことに比べれば半分にも足りないよ。ピクニックに行けない アンはベッドから飛び上がると、マリラの手にしがみついた。だって、ちゃんと約束したじゃない、行ってもいいって。ねえ、マリラ、あたし、どうしてもピクニックに行かなくちゃいけないの。だからあたし告白したのよ。マリラの好きなように罰していいわ。でも、それだけはやめて。ねえ、マリラ、お願い、お願い、ピクニックに行かせて。アイスクリームが出るのよ。 このピクニックを逃したら、私にはもう二度とアイスクリームを味わうチャンスなんかないかもしれないじゃない。無情にもマリラはしがみつくアンの両手を引き剥がした。泣きついでも無駄だよアン。アンてはピクニックにはやらない。この話はもう終わり。これ以上何も言うんじゃないよ。アンはマリラが動じる気配がないのを悟った。アンは両手を固く組み合わせると、 突き抜けるようなかなきり声を上げ頭からベッドに倒れ込んだ失望と絶望に身も心も任せて泣き叫び身もだえするのだった一体何だっていうの急いで部屋を出るとマリラがあえぎあえぎ言った「あの子はおかしいよまともな子ならあんなふうに叫んだりしないだろうにもしおかしくないんなら どうしようもなく悪い子だね。ああ困った。初めからレイチェルの言うことが正しかったんだろうか。だけど一旦手をすめたからには、今更やめるわけにもいかないからね。その朝は憂鬱なものになった。マリラは猛烈に働き出した。他に何もすることがなくなると、ポーチの床と生入室の棚をブラシでゴシゴシと磨いた。 棚も床も床磨く必要はなかった。しかしマリラの方にその必要があったその仕事も終わってしまうと今度は庭に熊手をかけた昼食が準備できると階段の下からアンを呼んだ涙が流れるに任せた顔が現れ階段の手すり越しに悲劇を演じるかのように覗いた「降りておいでお昼ご飯だよアン」 お昼なんか食べたくない、マリラ。しゃくり上げながらアンが言った。何も食べれそうにない。私の心は粉々に砕け散ったのよ。マリラもいつかきっとそのことで両親の過酌を感じる日が来るわ。でも私は許してあげる。その日が来たら思い出してね。私がマリラを許すと言ったって。でもお願い。何か食べろなんて言わないで。 特に茹でた豚肉と野菜はダメ。茹でた豚肉と野菜だなんて、非物語的すぎるわよ。あたしは悲しみに暮れてるって言うのに。腹を立てたマリラは台所に戻って、マシューにこの話をぶちまけた。マシューは正義の心とアンに対する理性を超えた同情心に板挟みにされて、惨めな有様だった。うーん、そうだな。 ブローチを持ち出したのはいかんなマリラそれとその作り話の件もそうだなマシューもそれは認め皿に盛った非物語的なポークと野菜の煮物を悲しげに見つめていたあんと同じで心の平安が危機に瀕している時はいかにも似合わない食べ物だと考えているようだっただがまだ小さいんだし面白い子だからな ピクニックに行かせないのはちょっとやりすぎと思わないかあんなに行きたがっているんだから。まあ、シューカスバーと呆れて物も,も言えないわね。これでもあっさり許しすぎだと思ってるのに。だいたいあの子は自分がどんな悪いことしたか全然身に染みて感じていないのよ。一番心配してるのはこのことなのよ。もし本当に悪かったと思ってるのならまだ救いようがあるの。 兄さんもそれが全くわかってないみたいだわ。いつだって本当はあの子は悪くないって思ってるんでしょわかってるのよ。うん、そうだな。あの子はまだ小さいんだし。マシューは力なく繰り返した。だから手加減しなくちゃいかんよ、マリラ。まだちゃんとしつけられたことがないんだからな。だから今しつけられてるのよ。とマリラが押収した。 言い返されて、マシューは黙り込んだ。納得したかどうかは定かではなかったが、その日の昼食も憂鬱なものになった。機嫌がいいのは雇いのジェリーブート少年だけで、マリラはなんだか自分が馬鹿にされているようで腹が立った。皿も洗った、パン生地も作った、鳥に餌もやったところで、 マリラは外出用の黒のレースのショールに小さなほころびがあるのを思い出した。月曜の夕方、教会援助会から戻ってショールを外した時に気がついたのだった。そこでマリラはショールをつくろっておくことにした。ショールはトランクの上の箱に収められていた。マリラがそれを手に取ると、火の光が窓辺にびっしり伸びた鶴の隙間から ショールに引っかかった何かを照らした。細かな反射面がキラキラと紫に光り輝く何かだった。息もつがずにマリラはその何かを掴み取った。あの紫水晶のブローチがレースの糸に引っかかっていたのだ。これは一体全体。マリラは呆然とした。どういうことだろう。あたしのブローチだ。 ここに何事もなく無事にあるじゃないか。バリーの池の底に沈んだと思っていたのに。なんであの子はこれを持ち出してなくした、なんて言ったんだろう。グリーン・ゲイブルスが魔法にかかってるに違いないよ。思い出した。そうだ。月曜の夕方、ショールを脱いだ時に、タンスの上にちょっと置いたんだった。多分ブローチが何かの拍子で引っかかったんだね。 そういうことなら、マリラはブローチを手に、東の切り妻へと足を運んだ。アンはすでに涙も枯れ果て、窓辺に座り込み、意気消沈の手だった。アンシャーリー、マリラが真剣な面持ちで言った。私のブローチは、黒のレースのショールに引っかかってたよ。さて、今朝聞かされたあのくだらない話。 あれはどういうつもりで言ったんだか知りたいもんだね。ああ、あれね。マリラは白状するまでここから出さないって言ったじゃない。アンが言い返す気力もなく返事した。だから告白することに決めたの。だってピクニックに行かなくちゃいけなかったし。告白の中身は昨日ベッドに入ってから考えたの。いろいろ工夫して面白くしたのよ。 何度も何度も繰り返し練習して忘れないようにしたのでも結局ピクニックに行かせてくれないんだもんあんなに苦労したのに無駄になっちゃったわよマリラは思わず笑わずにはいられなかっただが両親がチクリと刺すのを感じて真顔になった「あんあんたにはびっくりさせられるわ」だけど私が間違ってたようやく分かったよ あんたの話を疑うべきじゃなかったんだね。あんたは今まで嘘をついたことなんかなかったんだから。もちろん、やりもしなかったことを告白するなんていいことじゃない。とっても悪いことだよ。だけど、それもあたしが原因だったことだね。だから、もしあんたがあたしを許してくれるんならあん。あたしもあんたのことを許してあげる。そうすればもう一回、初めからやり直せるだろうね。 さあ、ピクニックの用意をしないと。アンはロケットのように飛び上がった。ああ、マリラ。もう遅くないかな。そんなことない。2時になったばかりだよ。まだみんな集まってないだろうね。お茶の時間には1時間もあるし、顔を洗って髪を溶かしてギンガムを着て、あんたのバスケットをいっぱいにしておくから。お菓子はたくさん焼いてあるんでね。それから、 ジェリーに馬車の馬をつけさせるからピクニックの会場までそれに乗っていくといいよ。やったマリラ。アンはそう叫んで洗面台に吹っ飛んでいった。5分前はあんまり惨めで生まれてくるんじゃなかったって思ったけど今なら天使が来たって変わってあげない。その晩幸せを極め完璧に疲れ切ったアンがグリーンゲーブルズへと戻ってきた。 アンはにに尽くしがたい至福の中にいた。いいの中ねえマリラ、完璧なぐらいめちゃ楽しい時間を過ごせたわ。めちゃ楽しいは今日初めて覚えた言葉なの。メアリー・アリス・ベルが使うのを聞いたのよ。とっても感じが出てる言葉じゃない何もかも素敵だったわ。お茶の時間も素晴らしかったし、それからハーモン・アンドリューズさんが私たちみんなを連れて、 輝く水面の湖へ船に乗りに行ったのよ。一度に6人ずつね。ジェーン・アンドリュースなんか船から落ちかかったのよ。水蓮を積もうとして船から乗り出したんだけど、もしアンドリュースさんが間一発でベルトを掴まなかったら落っこちて、あるいは溺れてたかもね。私がそうなったらよかったのに、とってもロマンチックな体験でしょうね。溺れかけるのよ。 そんな話ができたらきっと続ゾ々クゾクするわね。そしてみんなで待ちに待ったアイスクリームを食べたの。あのアイスクリームがどんな風だか言葉で言い表すのはとても無理ね。マリラ自信を持って言えるけどあれは天にも昇る味よ。その晩マリラは靴下を繕いながらマシューに何もかも語って聞かせた。 私が間違ってたと認めるのはやぶさかじゃないわ。これがマリラの率直な結論だった。とにかく一つ勉強させてもらったね。アンの告白を思い出すとどうしても笑ってしまうのよ。実は嘘だったんだから笑ってる場合じゃないんだけど。でも逆の嘘よりは悪くないような気がしてね。それにとにかく私が悪かったんだし。あの子はなかなかわかりづらいところがあるね。 でも結局いつかはいい子になると思うよ。それから一つ確かなことは、あの子がいる家は退屈とは無縁だってことだね。不思議猫招き堂